はい、こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。古くないですか。やめとけ。はい、始まりました。ね、はい、みさきの。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はサイドアップです。今やってるんですけど、まあ、春先これから卒業式とか、うん、あと卒園式ですね。うん、はい、お出かけじゃないですね。お呼ばれ。はい。される方が結構多いんじゃないかなっていうので、うん、ちょっと自分でできるちょっときれいめな、ほう、まあまあきれいめやな、きれいめなアレンジをやってみました、まあ、ポイントは、まあ、崩れにくい、まあ、1日持つっていうのをちょっとやったので、うん、まあ、ポイントちょっとところどころ動画で喋ってるのでそれも見てほしいなと思います。はい、ちょっとグダグダでしたけどね、はいはい、まあ、なぜ簡単っていうことなん で崩れにくいっていうね、そうです、はい、1日持ちますよと、はい、スプレーもあんましなくても大丈夫ですよっていうことを言いたいんですよね。そうなんです、はい、そんな感じで皆さんよろしくお願いします。さすが、はい、ではお願いします、はい、では動画いきますよ。はい、お願いします。動画スタート。はい、では始めていきます。最初に髪の毛全体を半分くらいで分けていきます。このくらいです。今日は右側で作るんですけど、髪の毛を少し後ろにねじって、ここがピンと張るようにしてゴムで結んでいきます。このくらいピンと張ると後々緩んでこないので、少しピンと張るくらいがちょうどいいです。で、次に反対側の髪の毛を後ろでねじりながらサイドに持っていきます。3回転くらいします。これをさっき結んだところにゴムのところで巻きつけていきます。毛先が下に向くようにしてゴムで結んでいきます。これをキュッと縛るとゴムが隠れてくれます。で、このお団子の部分を少しほぐしていきます。最後にクリップのヘアアクセサリーを使って少し緩んできやすいここの部分をピンで留めていきます。こんな感じで完成です。こんな感じで完成しました。皆さんぜひやってみてください。